分子電学において、オープンリーディングフレームとは、翻訳される能力を持つリーディングフレームの部分の、ことである。ORF とは、開始コドンで始まり、終始ドンで終わるコドンの連続した一続きである。ORF 内の ATG コドンは、翻訳が開始される場所を示している、可能性がある。転写集結部位は、ORF の後に、翻訳終始ドンの先にある。もし、 転写が終止コドンの手前で止まると翻訳時に不完全なタンパク質が作られる。複数のエクソンを持つ真核生物の遺伝子では転写後にイントロンが除去されエクソンが結合されてタンパク質翻訳のための最終的なメッセンジャー RNA が生成される。イントロンには低子コドンが含まれていたりリーディングフレーム間のズレが発生する可能性があるため 遺伝子予測においては、ORF の開始から収支の定義は、ゲノム DNA ではなく、スプライスされたメッセンジャー RNA にのみ、適用される。別の定義は、ORF は3で割り切れる長さを持ち、収支コドンで囲まれた配列である。この、より一般的な定義は、トランスクリプトミクス及びメタゲノミクスの分野においても、有用であり、得られた配列に開始コドン。 収支コドンが存在しない場合もある。このような ORF は完全な遺伝子ではなく遺伝子の一部に対応する。3種類の異なったリーディングフレームの可能性を示すサンプル配列。開始コドンは紫、収支コドンは赤で強調表示されている。オープンリーディングフレームの一般的な用途の一つは遺伝子予測を支援するための根拠の一つである。 長い ORF は他の根拠とともに DNA 配列内のタンパク質翻訳領域や機能性 RNA 翻訳領域の候補を最初に特定するためによく使用される。ORF があるからといってその領域が常に翻訳されるとは限らない。例えば核ヌクレオチドの割合が等しいランダムに生成された DNA 配列では21ドンごとに1回の 終支コドンが予想される。幻覚生物の簡単内電伝子予測アルゴリズムでは、開始コドンに続いて、典型的なタンパク質を高度化するのに、十分な長さのオープンリーディングフレームを探す。ここで、その領域のコドン使用頻度は、その生物の翻訳領域の頻度特性と一致する。そのため、ORF は100コドンや150コドンのような、 最小の長さを持つべきだという著者もいる。長いオープンリーディングフレームだけでは遺伝子の存在を示す決定的な証拠にはならない。一方で、タンパク質高度遺伝子の典型的な特徴を書いているいくつかの短い ORF が機能性ペプチドを生成できることが証明されている。哺乳類のメッセンジャー RNA の約50%のゴユとアには一つまたは 複数の創フが存在することが知られている。実験的に発見された創フの翻訳開始部位の64から75%は、人とマウスのゲノムに保存されており、これらの要素が機能していることを示す可能性がある。しかし、創フは、多くの場合、メッセンジャー RNA のマイナーな形でのみ、見つかるため、選択を避けることができる。開始部位の高い保存性は、 関連遺伝子のプロモーター内のそれらの位置と関係している可能性がある。これは、例えばスランフ1遺伝子の特徴である。6フレーム翻訳の例。ヌクレオチド配列は中央に示され、上が順方向の翻訳、下が逆方向の翻訳を示す。二つの考えられるオープンリーディングフレームとその配列が強調表示されている。 DNA は3つのヌクレオチドのグループで解釈されるため、1本の DNA 差には3つの異なるリーディングフレームが存在する。DNA 分子の二重螺旋は2本の逆平行差で構成されており、2本の鎖にはそれぞれ3つのリーディングフレームがあるため、6フレーム翻訳が可能である。ORF ファインダーはユーザーの配列、またはすでにデータベースに登録されている。 配列の中から選択可能な最小サイズのオープンリーディングフレームをすべて見つけるグラフィカルな解析ツールである。このツールは標準または代替の遺伝コードを使用してすべてのオープンリーディングフレームを識別する。推定されたアミノ酸配列は様々な形式で保存でき、ブラストサーバーを使用して配列データベースに検索できる。ORF ファインダーは 完全で正確な配列提出物の準備で役立つ。また、シークイン配列提出ソフトウェアにもパッケージ化されている。ORF インベスティゲーターは、高度化配列と非高度化配列に関する情報を提供するだけでなく、異なる遺伝子、DNA 領域配列のペアワイズグローバル、アライメントを実行できるプログラムである。このツールは、対応するアミノ酸配列の ORF を、 効率的に見つけ、それらを1文字のアミノ酸コードに変換し、配列中の位置を提供する。配列間のペアワイズグローバルアライントにより、一塩基多形を含む様々な突然変異を検出するのに便利である。遺伝子アライメントには、ニーダルマン、ウンチアルゴリズムを使用している。ORF インベスティゲイターは移植可能なパールプログラミング言語で記述されているため、 すべての一般的なオペレーティングシステムのユーザーが利用できる。オーフプリディクターは発言配列タグ由来の配列からタンパク質翻訳領域を特定するために設計されたウェブサーバーである。ブラスッチでヒットしたクエリ配列の場合、このプログラムはブラスッチアライメントで特定された翻訳リーディングフレームに基づいて翻訳領域を予測し、そうでない場合は、 クエリ配列の固有信号に基づいて、最も可能性の高い翻訳領域を予測する。その出力は、ホスタ形式の予測ペプチド配列と、クエリ ID、翻訳リーディングフレーム、翻訳領域の開始と終了のネクレオチド位置を含む、定義業である。オーフプレディクターは、特に大規模なエプロジェクトにおいて、A 由来の配列アノテーションを容易にする。ORF プレディクターは、 上記の二つの異なる ORF 定義を組み合わせて使用している。これは、開始コドンで始まり、停止コドンで終わる一続きを検索する。追加の基準として、公費翻訳領域で収支コドンを検索する。オフィックは、オープンリーディングフレームを見つけ、次世代シークエンシング技術を用いて、ORF の正当性を確認するためのバイブカンダクター内に含まれる R パッケージである。 OFIP は Python、サイズンで書かれたツールで ORF を非常に高速かつ柔軟に抽出できる。o ッ i p はプレーン、またはグシップ圧縮されたホスタおよびファスク配列を扱うことができ、ORF 検索と微調整オプションを提供する。オプションには開始および停止コドンの指定、部分的な ORF の報告、カスタム翻訳テーブル仕様を含む。 その結果は、スペース効率が高いベッド形式を含め、複数の形式で保存できる。オーフィッピーは、デノボトランスクリプトオムアセンブリーのような、複数の小さなホスタ配列を含むデータに対して特に、高速である。ありがとうございます。